14世紀中頃からアンデス山脈の諸民族を次々と征服し、強大な帝国を築き上げたインカ。その首都として栄えたクスコに、インカ帝国滅亡から340年後の1911年、35歳のアメリカ人歴史学者ハイラム・ビンガムがクスコを訪れました。マンコインカがスペイン軍に反撃を試みた拠点。早速ビンガムは近くでガイドを探し、山頂を目指しました。ガイドはまだ10歳の少年で、チュイチェと呼ばれていました。鬱蒼としたジャングルの道なき道を抜け、切り立った崖を必死の思いでよじ登ると、チュイチェの指さす先に草木に埋もれた壮大な石垣が姿を現しました。ビンガムの残した手記によると、それは1911年7月24日のことでした。最も有名な石の彫刻、インティワタナがありました。これは一種の日時計の役割をしたものだと考えられています。マチュピチュの遺跡は、南東の老いた峰マチュピチュと北西の若い峰ワイナピチュの2つの山の暗部に展開しています。マチュピチュとワイナピチュ、この2つの険しい峰に挟まれた、ちょうど馬の鞍のような緩やかな斜面を埋め尽くして遺跡は広がっています。総面積約5平方キロメートル。その中心部の南東側の半分が農耕区域、北西側の半分が居住区域とはっきり分かれています。遺跡の最も高い場所には、水番人の家と呼ばれる建物が建っています。水は周囲の数箇所の泉から石囲いの水路を通ってここまで運ばれていたと思われます。水番人の家で水量を調節された水は、居住区域を斜面に沿って流れ、下へ下へと順次利用されていきました。このことから、高い階層の人々の住居はより高い部分に建てられていたものと思われます。皇帝の宮殿といわれる立派な石組みを出ると、そこに水の神殿があります。都市全体には14箇所の水汲み場が設けられていました。険しい斜面を巧みに利用して作られた階段畑では、灌漑施設も十分に行き届き、ジャガイモやトウモロコシが栽培されていました。畑の数は総数で3000段にも及ぶと言われます。外部と隔絶し、自給自足の生活を送っていた当時のマチュピチュの人口は、この畑の規模からおよそ1000人ぐらいだろうと想像されます。この測量図は
ハイラム・ビンガムが作成したものを私が写させてもらったものです。とても正確で60年間これをもとに研究してきました。チャーベス博士はマチュピチュは首都クスコと同時期に作られたもので、クスコの10分の1のミニチュア都市だったのではないかと言います。マチュピチュの建造物は山頂に豊富にあった花崗岩を利用して作られたことが分かっています。しかしこれほど巨大な石をどのように運び積み上げたのか、その技術は謎のままです。インカ文明は車輪や歯車や滑車などの道具を持たなかったのです。重なり合う石の下に、これは遺跡のほぼ中央に位置する大塔と名付けられた建物です。石の壁が美しい曲線を描いています。その下は巨大な自然石をくり抜いた洞窟のようになっています。太陽の神殿と呼ばれていますが、中には墓標のようなものがあり、皇帝の墓ではなかったかと言われています。これら精緻な石組みと発掘された土器の様式などから、インカ帝国全盛期の都市であることはほぼ判明していますが、まさに空中都市の呼び名がふさわしい。このような断崖の頂になぜ建設されたのか、それは未だにマチュピチュをめぐる最大の謎です。アマゾン上流のジャングルに住む部族に向けた要塞都市という説、特別な宗教都市という説、ペルー政府によるマチュピチュの本格的な発掘調査が始まったのは実はたった2年前のことです。遺跡はインカ人によって運び去られたのか。ところが去年12月、ここから黄金のブレスレットが発掘されたのです。今マチュピチュからは新しい謎が毎日毎日出てきています。これからワイナピチュの方を発掘すればもっと謎は出てきますよ。これまでほとんど発掘の行われていないワイナピチュの山にもたくさんの謎が埋まっているはずだ。そう語る渡辺館長は最後にこんな言葉を付け加えました。これからも謎は永遠に謎のままかもしれない。ワイナピチュの山頂には作りかけの祭壇のような石があり、マチュピチュの遺跡を雲の下に見下ろすことができます。